何よ時坂、急に呼び出したりして。そっちは柊さんだっけ？珍しい組み合わせね。なんだ、柊を知ってたのか？知ってるも何も、有名人じゃない。米国からの帰国子女なんでしょ？そんな大層なものじゃないけど、突然訪ねてごめんなさい。時坂くんが知り合いだと聞いたから、ちょっと仲立ちをお願いしたのよ。少し聞きたいことがあって。聞きたいこと？ここ数週間、身の回りで変わったことは起きなかった？どんな些細なことでもいいのだけど。変わったことって急に言われても。別に変わったことなんて特になかったと思うわよ。そもそも最近は。なんだって？なんでもないわよ。だいたいなんで私こんなことを聞かれてるわけ？いえ、ちょっと個人的に気になることがあって。ありがとう。心当たりがないならそれでいいの。わけわかんない。帰国子女って変わってるわね。ねえ時坂、あのあと空はどうしてた？ああ、相当へこんでた。一晩経った今でもな。朝は一人で鍛錬に打ち込んでた。多分じっとしてられねえんだろう、お前とのことでな。そう、部外者が立ち入るのもどうかとは思うが、2年のお前がもう少し広い心で受け入れてやることはできねえのか？あんたに私の気持ちはわからないわよ。武術に真剣に打ち込んできた人間にしか。おい、行っちまったか。彼女やっぱり異界と関わりがあるわね。わかるのか？ええ、サーチアプリが強い数値を弾き出しているわ。おそらく彼女自身すら気づかないままに。それにさっきの時坂君とのやり取りで元凶にも察しがついてきた。そうか、そっちの方は正直全くわからんが。まあいい、だったらすぐにでも追いかけて。続きは放課後ね。
仕方ねえ、また声をかけるとすっか。寺田先輩もよかった、まだ書いてなかったのね。千秋どこに行ったか知らない？え、相沢のやつどうかしたんすか？それが昼休みが終わってすぐ早退したみたいなの。しかも顧問の先生にいきなり退部届を出した上で。なっ、さすがに寝耳に水だったから事情聞こうと思ったんだけど、家にも帰ってないらしくて、サイフォンも切ってるみたいで。行方がわからないんですか？私もさっき聞いたばかりで。千秋先輩、ソラ、まったくもう、あの子ったらどこをほつき歩いてるんだか。とにかくもし見かけたら教えてちょうだい。まずいわね、今の相沢さんを一人にするのは危険だわ。どういうことだ？人間の持つ負の感情、怒り、妬み、嫉み、恨み、そんな想念にグリードが引き寄せられるケースがあるわ。そして目をつけた者の感情の揺らぎに共鳴して異界化を引き起こし、まるで神隠しのように異界に引きずり込んでしまう本人を、もしくは居合わせた人間を。それは昨日起きた異界化は相沢が原因だったってことか？可能性は高いでしょう。このままじゃ彼女自身が異界に取り込まれるのも時間の問題よ。だったら急ぐぞ。きっとまだ町のどこかにいるはずだ。ええ、探してみましょう。なんとか日没までに見つけないと。
何やってんだろう、私。相沢、ここにいたか。時坂に柊木さん、どうしてここに？いろいろあってな。とにかく無事でよかったぜ。ええ、どうやら大事に至らずに済んだみたいね。ん？ま、気にしないでくれ。それより、お前退部届を出しちまったんだってな。あんたには関係ないでしょ。まあそうだな。俺も中学で部活を辞めた口だし、辞めるのは個人の勝手だろ。けどな、空手部の連中は心配してたぞ。部長さんも、もちろん空もな。もう疲れたのよ。これ以上惨めな思いをしたくないの。あの子が、空が入ってきて最初は本当に嬉しかったわ。あれだけ有望な後輩、どこまで伸びるか楽しみだった。何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが誇らしかった。でもある時、練習の最中に気づいてしまった。瞬発力にパワー、体幹の強さにバランス感覚、古流の空手で磨いたらしい技のキレや格闘センスそのもの。あの子が私とは次元の違う本物の天才だってことに。今はギリギリ私が上だけど、すぐあっという間に追い抜かれる。それに気づいてから、あの子に笑顔を返せなくなって、空への真っ黒な気持ちを抑えられなくなっちゃって、可愛かったはずの後輩に辛く当たってしまうようになって、そうしたらそんな自分にますます嫌気がさしてきちゃって。相沢。ああ、ほんと情けないよね。小さい頃から迷いなく、ひたすら空手に打ち込んできたつもりだったけど、才能の差を見せつけられたくらいで、こんなにも心を乱しちゃって。いや、俺も少しはわかるような気がするぜ。5年以上前になるか、じいさんの道場で空と一緒に稽古をしてた時のことだ。外見こそガキそのものだったが、心から楽しそうに、ただまっすぐに稽古に打ち込んでてな、子供心に眩しいって思ったもんだぜ。その後俺は中学くらいにじいさんの道場に行かなくなったが、今考えりゃ、あの時の空みたいに自分がまっすぐに打ち込めない、心から楽しんで武術に取り組める才能がないって気づいたのが理由の一つだったかもしれねえ。そう思ってな。そっか。でもよ、別にそれでもいいんじゃねえか。え？嫉妬なんて誰にでもあることだろう。それ自体はそこまで恥ずかしがることじゃねえ。それに空にしたって完全無欠の天才ってわけでもね。現にちょっとしたいさかい程度で技や動きのキレが鈍るくらいだ。まだ一年坊、心の鍛錬はこれからだって証拠じゃねえか。はあ、俺が言うのもなんだが、修行不足はお互い様だろ。先輩とか後輩とか一旦抜きにしてみろよ。そうしたらお互いに分かり合えるんじゃねえか、時坂くん。もう遅いわよ。だって私、空にあんなひどいこと言っちゃったんだよ。あんたさえいなければ、あんたさえいなければこんな思いをしなくて済んだのに。相沢、それは、今さら許してもらえるわけないじゃない。いけない。相沢！
やはり得意点として働いていたみたいね。千秋先輩、あなたは。ソラ、どうしてここに。その千秋先輩の悲鳴が聞こえてきて。コウ先輩、千秋先輩はそこにいるんですね。ソラ、お前こいつが見えるのか。いや、なんとなく何かがあるくらいにしか。でも感じるんです、千秋先輩がそこに消えたんじゃないかって。そうか。大丈夫、心配はいらない。私が必ず助け出してみせるわ。時坂君、彼女を連れて一旦安全なところへ。いいえ、どうか私も連れて行ってください。この公園は前に先輩に教えてもらった場所なんです。もやもやしているときはここで走り込むのが一番だって。ああ、だからこの場所が分かったのね。ここに来てたっていうことはやっぱり先輩も悩んでいたんです。あんなに面倒見が良くて優しかった千秋先輩が私のことで。だから私がこの手で先輩を助けてあげたい。そして今度こそ正面から向かい合いたいんです。この光、まさか。とどろけ、バリアントアーム。こいつは抵抗のソウルデバイス。これってあの時先輩たちが持っていた。思い出しました、昨日のこと全部。不思議な場所と大きな土偶みたいなのと。そっか、私も先輩たちに助けてもらっていたんですね。さすがにたまげたぜ。ええ、彼女まで的確者だったなんて。どうする、ヒイラギ。ソラは知っての通り正真正銘の武術の天才だ。この状況で戦力に加えない理由はねえんじゃねえか。それは お願いします。この力があればきっと先輩たちのお役に立てるはずです。だからもう分かった、わかりました、ソラさんだったわね。私はヒイラギアスカよ。ネメシスの名においてあなたに協力を要請するわ。よくわかりませんが、よろしくお願いします、アスカ先輩。よし、そうと決まれば善は急げだ。とっとと乗り込んで相沢を助けるとしようぜ。はい、行きましょう。なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。大丈夫ですか千秋先輩、今助けて。
カ、なんで来たのよ。助けるだなんて、私にそんな価値ない。あんたにどれだけひどいことをしたと思って。そんなこと言わないでください。私は千秋先輩のこと尊敬しています。だって先輩は私の知らない強さを教えてくれたから。私、上京したばかりの頃、新しい生活に馴染めるか不安でした。でも先輩が支えてくれたおかげで、そんな不安から救われたんです。本当の強さは単なる力や技なんかじゃない、人を勇気づけられる強さなんだって知ることができたんです。ソラ、私これからも先輩と一緒に頑張っていきたいんです。そして本当の意味で強くなりたい。だから、だから、ソラ。ファントム、人の心の影につけ込むエルダークリード、アイザーさんを助けるにはあれを倒すしかないわ。上等だ、行くぞソラ。はい、待っててください、千秋先輩。なんとか勝てたか。異界化が収束していくわ。無事に戻ってこられたみたいだな。ええ、まさかこんな即席のチームであのクラスのグリードを倒せたなんて。先輩、目が覚めたか。かなり消耗してるみたいだが。ソーラ、ありがとう、助けてくれて。いいえ、私は何も。コア先輩たちのおかげです。よかった、本当に。ソラ、今まで本当にごめんね。情けないけど、やっぱり私もまだまだ未熟だわ。私もソラみたいに強くなりたい。どこまでもまっすぐな強さ。千秋先輩、これからも一緒に切磋琢磨してくれる部長たちもいる、あの女子空手部で。はい、もちろんです。待たせたな。
呼び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて遅くなっちまった。正直すっぽかされるかと思ってたが、待っててくれてよかったぜ。それで話というのは？なんだか告白でもされてしまいそうなシチュエーションだけど、明日から連休だし、デートのお誘いかしら。だ、からかうなっての。その、なんだ、要件を言う前にまずは礼を言わせてくれ。え？おとといの件、もし柊がいなかったら空や相沢は助けられなかった。それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれねえ。だからありがとな。別にお礼を言われる筋合いはないわ。ネメシスの人間としてなすべきことをなしたまでよ。そうかい、まあいい。ここからが本題なんだが、柊、俺を使わねえか？どういう意味？今後ももしこの町で異界の事件が起きるなら、俺にも手伝わせてほしいんだ。時坂君。まあ聞けよ。異界やグリードのせいで知り合いが何人も巻き込まれてんだ。前にも言ったが、もう俺には人事じゃねえ。お前だって一人じゃ大変だろ。少しは力になれると思うんだ。何度も言わせないで。表の人間が裏の世界に首を突っ込むべきじゃない。あなたの力を借りたのは緊急度と計りにかけた上での一時的な措置でしかない。たまたまうまくいった程度でヒーロー気取りはいただけないわね。たく、手厳しいな。ヒーローだとかそこまで調子に乗ってるつもりはねえさ。ただ手が届くものくらいはせめて守れるようになりたいんだ。お前とならそれができるような気がしてな。ヒロギ。おい、我ながら臭いとは思うが、さすがに笑いすぎだろう。ごめんなさい。わかった、気が向いたらお願いするわ。どうやら彼女も力になってくれるみたいだし。ソラ、お前。あ気づかれてたみたいですね。もちろん私も同じ気持ちです。先輩方にぜひともご恩をお返ししたいですし。おいおい。時坂君はともかくよろしくお願いね、ソラちゃん。はい、アスカ先輩。な、二人で話を進めるんじゃねえっての。始まったみたいだね。君たちは見せてくれるのかな。